作物はもう自分のやっぱ子供と変わらんぐらいのやっぱ愛情をかけてやっぱ育てんとですね。息子たちも一生懸命やってきよるけんですね、安心して、はい、任せられたですよ。今が一番良かったんじゃなかろうかって思うですね。